こんにちは、ゆっくり店長です。西荻にお住まいの皆さん、住んでいるところ聞かれた時に、なんて答えていますか？まさか、吉祥寺なんて言ってないですよね。彼はきっと言ってますが、でもご安心ください。この動画で西荻の魅力である、ドラマのロケ地となったオシャレカフェ、アンティークに古本、そしてなんといっても、食べログ100名店9カ所などを伝えて、知名度を、爆、上げ、したいと思います。すみません、調子乗りました。でも、頑張ります。では、早速行ってみましょう。南口改札前に来ました。ここには、駅ビルやロータリーなどはなく、いきなり商店街がお出迎えという、珍しいスタイルです。ただ、この一帯は、なんと、食べログ100名店が、大、集、合、している、激アツスポットとなっています。まず最初は、なんだこのさっきは。すみません、気がそれました。まずは、とんかつ100名店のこちらのお店。とんかつ、ケータ。一番人気は、六白黒豚。鹿児島名物のさつまいもを食べて育った、六白黒豚は、甘みと旨みが強く、歯切れも良いとのこと。完全予約制で、予約をしないと入ることができないとか。さすが超人気店。そこに痺れる憧れるー。続いては、ケータから、わずか数メートル先にあるラーメン屋。迫力ある外観。50年以上の歴史があるというこちらのお店。初音。人気メニューは、タンメン。麺はもちもち、野菜は甘みがあり、シャキシャキとのこと。店内は6席のみということもあり、行列がよくできているそうです。食べログ100名店に4年連続選出されている、超実力派です。続いては、蕎麦の100名店です。クラマ。自家製蕎麦粉を使った手打ち蕎麦は、水を加えただけの10割蕎麦。純度の高い蕎麦の味と、コシのあるもちもちした食感が楽しめるとのこと。10割なるほど。さすが10割蕎麦。念のため、私のように知ったかする人のために説明すると、10割蕎麦とは、通常の2、8蕎麦とは異なり、小麦粉や山芋などのつなぎを使わず、蕎麦粉だけを使用しており、豊かな香りと味、もちもちとした食感が魅力といううんちくを語ると友達なくします。駅前には、100名店以外にも、魅力的なお店が多くあります。こちらは、40年以上、地元で愛される居酒屋。焼き鳥、恵比寿。名物は、焼き鳥と焼き豚。安くて美味しいと評判の人気店です。それにしても、この辺りの雰囲気。とても、駅徒歩1分とは思えません。ほら、ワクワクすんぞ。続いては、中通り町という商店街を歩いてみましょう。こちらにも、美味しそうな横浜家系のラーメン屋があります。他には、文具店、ツタヤにダンボ。ダンボ？77なんか浮いとるー、なんかちっこいのもるー。こちらのピンクの象さん、西荻窪で長年愛されている人気者。秋のお祭りでは、商店街の催しとして、子供たちに惹かれて町内を練り歩くそうです。ちなみに、ちっこい方は、西蔵という非公認ゆるキャラで、ツイッターのアカウントに LINE スタンプもありました。商売上手だな。それにしても、怖くないピンクで、可愛いですね。駅前の大通りにやってきました。こちらに、地元で有名なスイーツ&フランス料理店があります。こけし屋。フランスの家庭料理から、十分に吟味された特別料理まで楽しめるとのこと。スイーツは、昔ながらのケーキが、リーズナブルな価格で購入できるそうです。続いては、Google の口コミ件数が200件超えのお店があったので、来てみました。コーヒーハウス、ソレイユ。1965年創業で、かなり風情がありますが、長年地元で愛されているとのこと。ちなみに、口コミによると、オムライスはソースまで美味しい。店員が若くてイケメン。ミルクトーストが想像以上に美味しい。イケメン店員が多い。ナポリタンが美味しかった。店員がか、イケメンっていいなー。気を取り直して、100名店の紹介へ戻りましょう。続いては、カレーの100名店です。フレンチカレー、スプーン。定番メニューは、フレンチカレー。2日間かけて仕上げるフォンドボーをベースに、さらに6時間煮込んで熟成させるとのこと。お、美味しそう。想像しただけで、よだれずび。駅から南へ徒歩3分。
この辺りの住宅街は、駅から近いということもあり、比較的新しめの建物が多い印象です。綺麗なマンションに、外壁がおしゃれな建物、すだれのかかった木造建築92章は、タイムリープしたかと思わせる、素敵な外観のこちらのお店、知る人ぞ知る、有名な古民家カフェ、リゲンドウ。ランチメニューが人気で、季節のお野菜を使った彩りの良いお寿司や、小鉢に汁物など、ヘルシーな品揃え。ケーキなどのスイーツも人気とのこと。口コミによると、1時間待ちすることもあるとか。西荻窪といえば、古本屋が多いことでも有名なエリアです。そんな中、ユニークな古本屋さんがありました。青林堂書房。なんでも、ミステリー小説を多く取り揃えているとのこと。ナイスチョイスですねー。ちなみに、肩が凝るという理由で3ヶ月で Kindle を使わなくなった私は断然古本屋派です。続いては、食べログ100名店のラーメン屋です。メンソン、レイジ。定番メニューは、特製シャモそば、シャモと醤油にこだわった旨味のあるラーメンとのこと。なんと、2年連続で食べログアワードのブロンズを受賞している超実力店です。ちなみに、食べログアワードとは、全国81万店舗の飲食店の中から1年を通じて極めて高い評価を獲得し続けた店舗を選出し、食べログユーザーの投票によって、詳しくはウェブで。西荻窪は、古本屋以外にも、アンティークショップが多いことでも有名。そんな中、Google の口コミが40件とぶっちぎりで多かったお店がこちら。トライフル。時計のアンティークショップである、こちらのお店。珍しそうな時計が所狭しと並んで今、ロレックスの壁掛けだと、入り口から好奇心を煽ってきます。なお、時計の修理やオーバーホールもやっているようです。私がグアムで買って、帰りの飛行機でぶっ壊れた1万5000円のドルガバの時計も直りますかね。駅から8分ほど歩いてきました。さすがにここまで来ると、のどかな住宅街となっています。そんな中に佇む人気の古民家カフェがこちら。昭安文庫。店内は本屋雑貨があったりとおしゃれな雰囲気。ランチメニューは木の器などに彩りの良い野菜が多く使用されていて、これまた映える感じです。大変人気があり、長い時には1時間待ちする時もあるとのこと。風情があっていいですねー。北口へ来ました。それではここで、駅に直結しているお店を紹介します。杉並区だしな、何かな、アトレかな、ののわかな、声優、渋いチョイス。でも、最寄り駅に実際あったら、便利でいいですよね。ちなみに、他にはどんなお店が、またスーパー。こちらは、高品質で有名な紀ノ国屋。お値段は高めなので、声優とはまた違った品揃えです。てかどんだけスーパーが好きなんでしょうか。それでは、駅前の商店街を散策しながら、街のレベルを見てみましょう。やはり、23区なだけあって、かなり高めの賃料となっています。ちなみに、西荻窪は、きり23区の場所となっています。地元の人が、キリ区民でよかったーと思っているのか気になるところです。ちなみに私だったら天狗になって、キリ散らします。続いては、とんかつ100名店に選出された、カツ丼屋。坂本屋。以前、某雑誌で料理評論家が、日本一のカツ丼と評したことでも有名。口コミを見ると、カツはサクッとしていて、卵はトロトロ。まさに、日本一とのこと。駅から5分ほど歩いてきました。次のお店は、ドラマのロケ地にもなったという喫茶店です。あったー。めっちゃおしゃれー。店名は？もの好き、中に心くすぐられるー。店内は、レトロな柱時計やランプなどが多く飾られていて、おしゃれな雰囲気とのこと。こんなところが地元にあったら、入り浸ってインスタに載せまくりですね。あ、インスタに投稿したことないんだった。続いては、いよいよパンの100名店です。エンツコ堂、製パン。北海道産小麦を使用したパンは、もちふわで美味しいとのこと。看板商品は、ハリネズミの形をした西荻ハリーくん。可愛らしいチョコパンで、人気のようです。
いても、パンの百名店。おっと、定休日でした。ポムドテール。人気のベーグルサンドは、かぼちゃ、アボカドなど種類が豊富。もちもち食感で噛み応えバッチリ。予約をしないと買えないこともあるとか。いいなぁ。てか、ここのマンションの住民になりたい。いよいよ最後の百名店です。なんでも、東京で一番とも言われているケーキ屋さん。あまりにも行列ができるため、警備員が誘導しているそうです。てまた定休日かーい。こちらが、その人気店。アテスウェイ。営業日の雰囲気はイラストでごまかしておきます。こちらの人気商品は、モンブラン。なんと、こちらのお店も、食べログアワードでブロンズを受賞していました。しかも5年連続、もはや、スイーツ界の飯的存在ですね。西荻住民は、さぞ、鼻が高いことでしょう。百名店が勢揃いで、まさにグルメ王国といった街でしたね。ちょっと、レトロな雰囲気が、また魅力的でした。もし、他にもこんないいお店がある、豚屋を入れれば、百名店10カ所じゃねえかボケ、など、コメントいただけると嬉しいです。また、この動画が、少しでも面白いと思った方は、いいね、コメント、チャンネル登録お願いします。それでは、またどこかの駅でお会いしましょう。